分裂、正直一途に道を進む。皆様、お帰りなさいませ。つい先ほど炎章殿からこのような文が。炎章から？あー、どれどれ。かんもうとうん、そのうん、暗殺の失敗もかだが、なる。早急よ、よくぞ来てくれた。お主と靴輪を並べて戦をする日が来ようとはな。早急、あざなは分裂。乱世の勧誘、曹操の甥である。父を早くに失ったため、曹操に実の子同然に育てられる。戦乱を避け五軍で生活をしていた時に暴君董卓が台頭。曹操が董卓打倒のため兵を募ると、彼のもとに駆けつけた。曹急は長年の恩を返そうと張り切っていた。叔父上、いえ、殿には実の息子のように育てていただきました。これからの働きでその恩義に報います。うん、期待しているぞ。期待か、素直に嬉しいものだ。何としても答えよう。おいおい、ちっとばかし肩に力が入りすぎだぜ。気張れ、でも器用な。そうじゃねえとうっかり無意を踏んじまうぞ。あの麦とは知らねえのか。殿は戦で畑を荒らすのを厳しく禁じてるんだわ。収穫前の麦を踏んだらきつい罰を与えるってよ。そんな、俺は先ほど誤って麦畑に踏み込んでしまった。なんて不注意なんだ俺は。急いで殿に告白し罰していただかなくては。ああ、冗談だって言う暇もなかったな。悪いことしちまったぜ。しかし素直というかまっすぐというか、殿のもう一人のご子息とは随分違うな。殿の教育ってのは極端なのかね。やるぞ。
けど、本当にいいんですかい？リテン殿、あなたは自身の予感を大切にしていますよね。なぜそこまで勘を信じられるのですか？信じる信じないの。報告。連合軍。集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり、董卓を討ち果たすのだ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
見ておれよ。ふん、渦どもが群れよって治水艦と五郎艦を抜けると思うな。警戒しつつ防御陣形を展開せよ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。これはできるぞ。行くぞ。命はわしらの手で抑える。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。カユー様がいる限り誰も通さねえ。の勝利だ。ブンレス、さすがよのう。宗家千里の駒の軍へさらに高めよ。到着軍が攻めてきて無理やり食料を。敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。その子供が俺を楽しませてみろ。抜けば洛陽は目前なのに、4人の敵地にロフが守ってるとは。これはできるぞ。
このクローカーは絶対に破らせんぞ。城壁からの攻撃で連合軍を一掃する。が開いたぞ。どうなってる。我が部にかけて古老館を死守せん。いざこの超分煙と勝負せよ。高価な三家の輩に負けると意にあったら命はないと思え。おお、あの呂布を倒すとは。この勢いで洛陽を攻めましょう。なんという部下、敵ながら感服するほかない。これ以上は耐えられません。お世様、私はここまでです。やったぞ、俺たちの勝利だ。分裂、さすがよのう。宗家千里の駒の分へさらに高めよ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。行くぞ。おほう。身のほど知らずのクズどもが、わしの主治肉林の邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。この戦、鍵を握るは工場兵器か。よし、我らは勝者の護衛を行う。伝令、山岳拠点より援軍が到着しました。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。行くぞ。かの地はわしらの手で押さえる。行くぞ。かの地はわしらの手で押さえる。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。かの地はできるぞ。ガイラあの地を抑えるぞ。
あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。ふん、楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。略属董卓を打ち払い、楽よを奪還した。連合軍の大勝利よ。みんな勝ちどきをあげは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。余州は他の地に比べ、はい、聞けば らが刀剣を打ち、徐州を我が手に収める。おのおのその才を大いに発揮せよ。そんな、恐縮です。私は真っ先に敵陣に突っ込むしか脳がないだけです。殿の旗揚げから従軍するあなたが一番槍として先端を開かれる。だからこそ兵は恐れや迷いを捨てられるのです。 いえ、私はただ敵陣に切り込むだけで、早急殿のように縦横に立ち回ることはできません。それを言うなら、俺だって空回りすることが多い。気がつくと敵に囲まれていたりして、
失敗だらけだ。早急殿の戦ぶりからはひたむきな志が伝わってきます。これもまた兵を奮い立たせる素晴らしい美伝です。そう言われると照れるな。でも俺はもっと殿を支えられる将になりたい。それこそ軍略などにも通じておかなければ。軍略ですか。ならば万長殿に助言を請うのはいかがでしょう。いや、おかしい。普通こうはしないはず。この城、奥まですぐに入っていけそうだ。まるでどうぞ入ってくれと言わんばかりに。普通じゃない城、城が本来と違う意味を持つ城。そうか、本当に敵に入ってきてほしいのか。なるほど、そういうことならば理解もできる。万長殿はお取り込み中のようですね。どこかの城の見取り図でしょうか。万長殿は築城や罠に造詣が深いと聞きました。こうした形で日々研鑽に努めているのですね。先ほど長州の使者が幸福の証として炎上の図面を持ってきた。あれを見てから万長殿はずっとあの調子だ。炎上ですか。万長殿があれほど引っかかっているとなると少し気になりますね。南西を行っています。慶州は風を望んで帰順しました。そして今我々は孫権殿と対面しているわけです。時に我が父の暗殺を目論んだ者がここにいると聞く。漢の上昇を亡き者とせんとしたその滞在人劉備を差し出せば雨林での匙も水に流そう。若輩者め、使者としての礼儀も知らぬか。我々はすでに劉備と盟を結んでいる。曹操に差し出すことなどできん。ほう、その言葉官室に背くも同じだが、官の中心であったお前の父も浮かばれんな。帝の意を借り歯をなすお前たちこそ国賊。我ら孫吾、天下に何ら恥ずべきところはない。その通りだ。曹操に従うつもりはない。お引き取り願おう。孫吾は幸福派と公選派で揉めていると聞いたが、そんな様子は感じられなかったな。そうですね、一丸とした何かを感じました。うまく取りなした者がいるのでしょう。しかし孫吾との水上戦とは骨が折れそうです。交渉は決裂しましたわね。ですが我が君はどこか嬉しそうですわ。ふん、邪魔者を生かしても憂いを残すだけだ。孫権と劉備、奴らはここで潰しておいた方がいい。
間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮。いや、この急場、俺が判断しなくては。みんな、きっと殿はご無事でいらっしゃるはずだ。我らは城陽へ撤退するぞ。敵の策に全く気づかず、殿を危険な目に遭わせてしまいました。ふん、それは誰もが思っている。ただお前のように愚直に言わないだけだ。申し訳ありません。だがそのまっすぐな姿勢に私も父も気に入っている。気にするな、分裂。あの戦は敵の軍師がうまくやっただけだ。士官殿。だが劉備を討てなかったのは悔やまれる。奴はいずれ国を手に入れるだろう。孫権、いよいよ南での地盤を盤石とするはずだ。奴らを真に滅ぼそうとするならば、赤壁の策を看破するぐらいの眼力を養わなければ。なんだ、騒がしい。バカめが、人が祈ったところで風が吹くはずがなかろう。しかし敵の軍師諸葛亮が祈祷した結果、冬の赤壁に東南の風が吹いたと言われているのだ。諸葛亮はもしや天を操ることができるのでは。長江の風は夏季と冬季で向きが変わる。だが一定の気候条件が重なれば、稀に風向きが変わることがあるのだ。諸葛亮と周瑜はそれを知り、生かしたに過ぎぬ。祈祷など道理を知らぬ者らをたばかるための芝居よ。それをよく考えもせず、奇跡だなんだと肩払いたいはこのボングメが。そうだったのか。今の話を聞かなければ、これからずっと諸葛亮を恐れるところだった。分裂、あの者を知っているか。はい、確か先日殿に招かれて出仕した芝居殿かと。ほう、芝居か。うん、そうそう、そなたのこれまでの実績、信として並々。技巧就任おめでとうございます。
報告。順雄、味方はかなり押されているようだな。孫悟の軍連携。孫はい。いえ、何か。今回五軍の指揮を取るのは周瑜。軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方、この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。なんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで、結局何も恩を返せなかった。分裂、落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも次々と一線から退き始めた。この動揺を早く沈めなければ、曹孟徳が積み上げてきた覇業は水泡に帰す。その子たる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、俺は宗家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。曹分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。ふん、その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。宗丕殿、帝から御事乗りですよ。あなたを義王に奉じるとのことで。義王か。順当に宗孟徳を告げと言ってきたか。だが覇業を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上と言うべきか。殿の上？それは一体？つまり宗丕殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためにも、それが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが、抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか？ああ、帝には然るべき手順を踏み禅譲していただく。そこからこの宗主官による新たな世が始まるのだ。ああ、漢王朝の命運もここに尽きるか。し、うかつなことを口にするな。宗家の人間が聞いておるぞ。聞いたか、今度宗妃様が帝になられるらしい。え、今の天使様はどうなるんだ。まさか。宗妃様は帝から禅譲を申し出られていると聞いたが。
バカか。誰が好き転んで禅譲するんだよ。宗妃様が圧力かけて宗師向けたに決まってるだろ。じゃあ禅譲を断っているのもご自分が疑われないため。宗妃様は怖いお人だな。そうだ、とんでもない極悪人だぞ。宗妃殿、受禅台の準備が整いました。受禅台か。そこで帝から私に帝位が禅譲されるのだな。天下に漢の終焉と義帝の誕生を知らしめるには有効な演出だろう。申し上げます。皇帝擁護派の動きが活発になってきたようです。どうやら彼らを煽る黒幕がいるようですね。このまま強引に禅譲を受けても乱を招くだけかと、早急に手を打たねばなりますまい。忠達の言う通りだ。宗妃、ひいては新たな天下の安定のため、私の即位に反対する者は排除せねばならぬ。関羽が死に、五色の関係が硬化している今こそ、義の内を改め体制を固める好機を。万事速やかに進むよう手を尽くせ。帝位につく妨げとなる者を排除する。どんな些細なことも見逃すな。宗妃殿。なんだ、邪魔すんじゃねえ。上が揉めてる今が稼ぎ時なんだよ。Hey!
かねえな。これじゃ山賊家業も上がったりだ。俺たちの畑で獣が暴れてるだ。誰か何とかしてくんろ。うまく片付いたな。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。何を召し上がりますか？またのお越しを。
泣くように流れる不穏な噂をご存知か。宗妃殿が帝の暗殺を企んでいると。なんだか、これまでに得た情報を分析。今までの情報から考えると、蜀の患者はあの辺りにいるのでは。でも捕まるわけにはいかないよ。これはできんぞ。流言は失敗。ああ、戻って諸葛亮殿に謝らないとね。敵将、総分裂が討ち取ったり。この任務、うまく片付いたな。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。即位の皇帝よ、諸もはや私が帝位に上るのを阻むものはない。今こそ時代を切り開く時だ。劉備が蜀帝を名乗り、そのまま間を置かず呉へ攻め込んだそうですね。なんと不届きな。こちらには禅譲を受けた義弟がおわすというのに。しかも即位後すぐに戦を。ねえ、
それも葬儀の前場に反旗を翻すでもなく、呉に向かって軍を起こして、劉備は関羽を討たれ支援に囚われてしまったのね。冷静ではいられない。わかるわ。士官だ。いや、陛下。士官でいい、分裂。諸君が呉に攻め込んだか。この戦、劉備は大敗を喫すことになろう。え、それはなぜですか。諸君の陣容を調べさせた。奴らは医療の地形に沿って陣を長く連ねている。分断せよ、奇襲せよと言っているようなものだ。諸葛亮なる男は戦に出ていないようだな。あるいは劉備が諸葛亮の言を聞いていないか。怒りに染まるあまり、仲間を危機にさらしていると気づかないのでしょう。とても痛ましいありさまですわ。痛ましかろうが、我々にとっては好機よ。出陣の支度をせよ。この私自ら職を滅ぼしてくれよ。お待ちください。士官殿は今や帝、危険を冒してご神聖なさることはありません。その帝に意見する。申し訳ありません。よく考えもせず差し出がましいことを。いや、お前は私の身を案じて意見した。それを責めはせん。だが座しているだけの帝では国を滅ぼす。私はそのような愚を犯しはしない。義の帝は漢の帝とは違うことをこの神聖で示すのだ。陛下、ご即位おめでとうございます。陛下などと改まる必要はない。はあ。忠達よ、お前に問う。なぜ父は宋盲徳は義王であった。
望めば禅情などたやすかったであろう。曹操殿の主眼は知性の回復にありました。そのためには間質の誤字と復元こそ最も効果的な手段とお考えになったのでしょう。一度は腐りかけたものであってもか。未知の可能性より見知った安らぎを求め、人心とはそのようなものでありましょう。いい問答だった中達よ。おかげで己の進む道を改めて確信できた。私は何者をも仰ぎ見ず、何者をもいただかず、この手で天下を新たにしてみせる。葬儀の波動はここから真に始まるのだ。諸軍は医療で大敗し、劉備は白帝城にて没したとのことです。今この機に乗じ、五方面から軍を動かし蜀を滅ぼすべきでしょう。五方面とは、なんと壮大な計画だ。また蜀との対決にあたり、洛陽への戦闘を進言いたします。連絡兵探など軍政の上でも有効でありましょう。よかろう。蜀討伐の対抗も戦闘の件も中達に一任する。御意にございます。諸君らは外邸へと向かい、次の指示を待つのだ。蜀討伐も戦とも理にはかなっていよう。だがなぜ陛下は芝居殿の言ばかり。このままでは葬儀は芝居殿に牛耳られてしまうのではないか。これより蜀を討伐する。中達、状況と策を述べよ。は。劉備死後、蜀の国政は諸葛亮が担っております。その諸葛亮が病に伏しているとの情報が入りました。しかも劉備の後を継いだ劉禅には人望がなく、蜀の人心には不安が広がっているとのことです。つまりは蜀の内情は危機的状況にあります。この機に我らは五方面より蜀に攻め入り、これを打ち滅ぼす。それがこの戦の対抗です。軍の第一は陛下率いる主軍、第二は南中の猛閣、第三は羌族、第四は上陽の猛達、そして
第五に孫悟の軍。芝居殿、五の孫権は本当に動くのでしょうか。蜀が滅びれば次は自分たちと警戒するのでは。その通りだ閣外。ゆえにこの蜀討伐は同時に孫悟の出方を図る好機でもある。我らの要請にどう応えるか、孫悟の真意をじっくり見定めるとしよう。おお、さすが芝居殿、そこまでお考えとは。では早速私は出陣準備を整えてまいります。これで諸君が滅べば芝居の権限はますます強くなるな。我らの立場もいよいよ危うくなろう。なんとかならんのか。何、簡単なこと。病などを理由に兵を出さねばよいのです。全てが思う通りにはならぬと奴に教えましょう。劉備なき今こそ蜀を滅ぼす好機。忠達、お前の知略を示すがいい。はん、目指すは生徒。五方面から包囲し一息に畳みかけます。奴に何ができる。失敗する様を高みから見物させてもらおう。直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。
手薄だったか。よし、私たちで守っておこう。諸君は私が守る。それが父上より受け継いだ志だから。そう簡単には抜かせてもらえないか。けどこちらも引くわけにはいかないんだ。番長殿、ご無事か。ご女性つかまつる。本気で行くぞ。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな私についてきてくれ。父上の志を果たせなかった。私が未熟なばかりに。敵将総分裂が討ち取ったり。敵将が捕まつった。これぞ武の神髄。それがきっとあなたたちのためでもある。相手に不足があるとは思う。加減はできんぞ。
許してほしい。私が追い返せればよかったが、やはりこうなってしまったのか。敵将、総分裂が討ち取ったり。無能な者どもに手を焼かされはしたが、諸葛亮のおらぬ職軍など他愛もない。貴様が劉備の息子か。義弟自らここまで来られるとはさぞ大変だっただろう。諸葛亮が一言ねぎらいたいと、どうか聞いてやってほしい。何、諸葛亮だと？病ではなかったのか？我らは決して葬儀に下りません。決戦を望まれるのであれば受けて立ちましょう。その時はどうか背後にご用心。では戦場でお会いいたしましょう。背後、諸葛亮め、もしや奴も後に手回しを。我らは今全軍で諸を攻めています。後に背後をつかれては防ぐ術はござらぬ。これも生徒に到達するのが遅れたせいか。申し訳ございません、陛下。忠達よ、お前の責任ではない。全員がお前の命令を忠実に実行すれば、今頃職は滅んでいただろう。うちに憂いを抱えるのは職だけではない。私もお前も手を焼くな。はあ、まあいい。職を滅ぼすことはできなかったが、孫悟の真意を知ることはできた。全軍出立の準備だ。急ぎ都に戻るぞ。この命を破棄されるのですか？当然だ。関を討つという共通の目的を果たした今、すでに呉は我らを攻める算段を立てているだろう。確かに呉は再び職と命を結んだ。いずれ両面からこちらを攻める可能性は高いでしょう。それとて我らという共通の敵がある間だけである。つまり命など一時の方便に過ぎんということだ。その方便で他者が己を裏切る前にこちらから相手を切るということですな。違うな、忠達よ。そもそも判断とはただ理に照らすべきもの。そこにさまつな情を交えるゆえ裏切る、裏切られるなどと考えるのだ。敬語、感服いたしました。もはや何者と命を結ぶこともない。乱世を終えるため呉も職も徹底的に叩くぞ。
士官殿、呉は長江に数百里にわたる城壁を作ったようです。ふん、壮観だな。敵ながら見事な手際よ。孫吾にも天下を伺うに相応の人材がいるようだ。攻め落とすのは難しいかもしれんな。いいえ、果たしてそうでしょうか。呉は医療の戦いで勝利したとはいえ、その国力は疲弊しているはずです。ならば短期間でこれだけの城壁を築けるわけがありません。きっと何か仕掛けがあるはず。なるほど、何かからくりもあろう。しかし孫吾が侮れないこともまた事実。私はかつて合肥にて孫吾の将士と刃を交えたが、皆知勇に優れる忠士であった。陛下のおっしゃる通り、人材こそが孫吾の脅威であろう。ならばこちらも知勇を尽くして戦うまで。いざ、我ら葬儀の軍の盛況なるを示さん。蜀との戦で消耗している今が好機だ。反復常なき孫吾をここに打ち滅ぼせ。
この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。何やらこそこそ嗅ぎ回っておるな。ここで討ち取ってくれる。妨害されるとは。やはりあの城壁には何か秘密が。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。即刻打ち果たすのだ。これはできるぞ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。力及ばずか。退却する。どうなることかと。助かりました。あの城壁には何か秘密があります。調査するには県境へ乗り込むしか。東の船着き場の船頭にこの書状を。さすれば川を渡り県境へ向かいましょう。やったぞ。俺たちの勝利だ。進行を防ぐ要、断じて私はしない。なかなか手強い。兵器を使うぞ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。無念だ。拠点守備の重責を果たせるとは。申し上げます。拠点の奥で大量の兵糧を発見しました。この兵糧を皇陵の味方へ届けましょう。早速輸送部隊を編成いたします。攻めますわよ。皆さんのたけだけしい戦見せておやりなさい。やったぞ。俺たちの勝利だ。お上手ね。いい感じですわよ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。
め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の寄り所を消してやろう。速やかに進軍しろ。長江の対岸に大層な城壁が築かれ、下船だ。そんな時間が奴らにあったか。することが戦の骨よ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。完成はできるぞ。待て、あんな見事な城壁を短期間で建てるなんて、この軍事力恐ろしいことだな。いや、あんなものがすぐできるわけがない。あの城壁は何か怪しいぞ。自分はまた故郷を失うのか。なんと不甲斐ないのだ。公領は私が制した。孫悟の命脈、あと少しで立てるよ。五軍の砦を奪取できた。砦の物資を公領に運べば士気も上がろう。陣払いだ、中達。価値はしたが、こちらの損耗も激しい。これ以上の進軍は困難だろう。御意にございます。我が君、以前父が急速に衰えたと感じた時があった。なるほど、国を動かすというのは思った以上に身を削るものだ。我が君は曹操様がお亡くなりになられてからずっと走り続けてきましたわ。どうかしばらく休息してくださいませ。そうしたいものだ。最近はお前と過ごす時間も少なかったからな。楽陽に引き返すぞ、シン。はい、我が君。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。曹休は公領の戦いで五軍を散々に打ち破った。だが曹丕は魏軍の損害も大きいとし撤退を命じる。その後も曹休は孫悟との戦で活躍。曹丕から対五戦線の指揮官を任せられるほどになった。今曹休は再び魏と呉の国境地帯に向かう。戦地に赴く彼を見送る人々の中に意外な姿があった。
いえ、陛下、なぜこちらに。分裂、お前の見送り以外何がある。いい加減愚問をそのまま口に上らせるのをやめろ。はありがたき幸せ。まあいい、それでこそ我が友、乱世においてお前の正直一途な将は諸刃であろう。だが案ずるな、この総士官ある限り、その純良さは宝刀のごとき価値がある。そこまでおっしゃっていただけるとは。士官殿のお言葉、胸に刻みました。俺は宗家千里の駒、これより葬儀の未来を背に寄せ走り続けると誓いましょう。